マペースタジアム=チッタデル・トリコローレは、イタリアのエミリア・ロマーニャ州レッジオ・エミリアにある多目的スタジアムである。もともとは AC レッチャーナのホームスタジアムだったが、2013年に US サッソーロカルチョのオーナーであるマペーが買収し、2013から14シーズン以降は、サッソーロとレッチャーナ1919、レッチョ・アウダーチェがホームとして使用している。また、2011から12シーズンには、カルピ FC がホームとして使用していたほか、アタランタ BC が2016から17シーズンの UEFA ヨーロッパリーグ及び2018の19シーズンのセリエ A 終盤のホームゲーム2試合に代替ホームとして使用した。このため、2018から19シーズンのセリエ A 最終節は、サッソーロがアウェーチーム扱いとなってしまう珍事が発生している。このほか、2015から16シーズンの UEFA 女子チャンピオンズリーグの決勝戦でも使用された。このスタジアムの特徴として、ピッチに観客が侵入するのを防止するために、スタンドとの間に堀を設けており、すぐ近くの川から水を取り込んでいる。AC レッチャーナが1993年にセリエ A に昇格したことから、それまでのスタディオコムナーレミラベドに代わる。スタジアムとして建設された。1995年4月15日に開場し、レッチャーナとユベントスとの試合のチケットは完売した。間もなく、スポンサーによって、施設はスタディオジョルジョに改名された。その後レッチャーナは2005年に破産してしまいスタジアムの所有権を失った。新会社に承継されたレッチャーナは引き続き、同スタジアムをホームとして使用した。同年スタジアムに隣接してショッピングモールが建設され、スタディオジョルジョは1797年にレッジオエミリアで誕生したトリコローレにちなんでチッタデルトリコローレに改名された。2013年、レッジオエミリア裁判所はスタジアムの所有権を競売にかけ、元コンフィンドゥストリア会長のジョルジョ・スクインツィが CEO を務める化学工業メーカーマペーが落札した。マペーが所有するサッソーロが、本拠地の US サッソーロカルチョは2012から13シーズンにセリエ A 昇格を決めており、より収容能力の大きいスタジアムを必要としていた。この買収に伴い、マペースタジアム=チッタデルトリコローレに改名された。ありがとうございます。